毛が出るんでそこを切ります。でこっちも上を向いていただいてネープの毛を引っ張ってくるような感じ。はい、チューブ TV。 はい、こんにちは、札幌占い美容師サイマの後藤です。で、グラデーションカラーを入れて、入れました。光の加減でうちの照明の関係でちょっと色が実際の色がちょっと分かんないんですけど、こういう感じで入りました。まあ、仕上がりをちょっと見てください。でカットがグラデーションカラーのまずないのが、グラデーションカラーのカットってどうやんのみたいなのは多分ないと思うんですよ、あんまり。でカラーのやり方とかはあるんですけど、グラデーションカラーってじゃあどうやって切ったらいいのかとかっていうのが多分あんまりないと思うんですよね、外国人風のやつが。で簡単な切り方で余計なこと多分しなくていいと思うんですよ。で、外国人風にするポイントが1個あって、それ何なのかっていうのもちょっとやっていきます。はい、多分すぐ終わると思うんで。でまずモデルさんの前髪の長さを決めてもらって、どこの長さがいいかっていうのをちょっと決めてもらいます。で、この前髪から、ラウンドするようにサイドにつなげていくんですけど、あんまりサイド削りすぎちゃうと、サイド削るってどういうことかっていうと、こういうふうに例えば前髪がここだとしたら、グッとえぐりすぎちゃうと下の重さがなくなっちゃうじゃないですか。なのでそれちょっと悲しいので、急激に前髪からつなげていかないとダメなんですよね、下の方まで。で今日作るスタイルはどういうスタイルかっていうと、ちょっとこう流れもつきながらっていう感じなので、まあ、あまりこう短いっていうよりはちょっとこの辺の長さから、まあこうシャギっぽくできたり、あとはこう流し巻いた時に流せたりとかする感じにちょっと作っていこうと思ってます。はい、で、まずすごい簡単、普段僕はやらないんですけど、ちょっと分かりやすいようにちょっとしますね。まずどこの長さ、どの辺の長さで切りたいかっていうのをまずちょっと印をつけます。で印つけるときは5mm ぐらいの束で取ってください。で、ここがスタートだとしたら、この辺にちょっとセリングで跡をつけます。ちょっとセリングで跡をつけますね。でそこをガイドに切っていきます。でこれスイングカットっていうんですけど、ちょっと難しいのがサイドチェンジスイングカットっていう感じですね。で、どういう風にやるかっていう と、頭をちょっとこうしていただいて、ここを横スラみたいな感じでこう横に持っていってレイヤーを入れていきます。ちょっとやってみないと分かんないと思うんでちょっとやってみますね。でこの時に、ちょっとモデルさんに下向いていただいて、まあ、ちょっと広めの三角ベースを取ります。で先ほど取ったガイドのこの位置ですね、ここにつないでいくんですけど、一度こっち側に頭皮に対して90度の角度に、持っていきます。それを、コンパスのような感じにこっちに移行していきます。でしていきながらこうカットしていくんですけど、まず最初、まあ、僕はもう普通のシザーで切れちゃうんですが、心配だと思うんでセニングでいった方がいいと思います、最初は。で、三角ベースを取り、ちょっとセニングでやりますね、分かりやすいように。セニングは逆刃使った方がいいです。で先ほどの確認しますね、ここだなというとこを確認してコンパスのようにこう持ってきます。でここがポイントなので、このまま横に流していきます。わかりますか？これ今カットしてますよ。どういうふうにカットしてるかっていうと、こういうふうにハサミで持って流してます。はい、ちょっともう一回やって、何回かやっていかないとね、ちょっとライン作れないんで、モデルさんに下向いてもらって広めの三角ベースを取ります。はい、で広めの三角ベース、こめかみまでのベースを取りますね。で、なぜそこにするかっていうと、ここら辺の量を取りたくないからですね。ここをつなげちゃうと下の量減っちゃうので、で、横面ですね。
はい、コンパスのようにこの時はさっきのガイドの位置ありますよね。そのガイドの位置のところに肛門を持ってきてグーってこう持ってきます。いいですか。サイドチェンジします。で、このサイドチェンジのところからちょっとずつハサミの先っちょを使いながら、切っていきます。反対側やってみます。そのまま逆サイドに持っていきます。分かりましたかね。ちょっと難しいかもしれないです。先ほどの前髪に合わせてこのまま、はい、まあ、僕はあんまりちょっとコーム使わないんですけど本当はこのまま横につなげるようなイメージでちょっとカットしていきます。ちょっとねこっち側切るとき難しいんですよね。そうすると前髪が、つながっていくんですね。これで自然に前髪がつながります。で、僕はまあいつもこういう感じでこっちに移動しながらこう切っちゃうんですけど、ガイドラインにつけてガイドラインのところを持ちながらあのハサミの根元側でちょっとこう先っちょの方が皆さんやりやすいと思うんですけど僕根元側でやるんで、ちょっとずつ滑らしていって、レイヤーをこう入れていくような感じですね。これで、段が入りました。で前髪は下ろしてもいいし流してもいいような感じになってます。で、外国人スタイルで一番大切なのは皆さんどこだと思いますでしょうか。実はこの毛先とか前髪とかどうでもよくてここなんですよね。ここがいかに小さいかどうかなんですよ。で、ここがでかくなってて下がボワってなってるとそういう風にならないんですよね。で、まあ、インスタグラムとかでかっこいいなと思うグラデーションカラーの巻いた髪のやつとも絶対ここ小さいんですよね。この鉢のところが。で、日本人の骨格上を結構出てる方とかは小さくしないとダメなので、まあ、それは縮毛矯正かけたりとか、まあ、そういう必要があるとは思うんですけど、まあ、カットでやるとしたらこの中に生え変わりの毛っていうのがあるんですよ。それをちょっとカットしていく方法なんですけど、まあ先ほどちょっとモデルさんの見たらあんまり切るところがなかったので人によって違うんですよね。でどこを切るかっていうと、ちょっとこう縦に取っていただいて縦に取ります。バックシェイプしながらここでバックシェイプしてハサミでこれちょっと大きいハサミなんですけどこの、馴染んでない毛をちょっと取っていくと鉢がペタッと収まるんですよ。これはバックシェイプしながらやっていきます。ここを縦に取って縦のパネルに対して、この徘徊の毛がちょっと邪魔して膨らんでしまうんで縦に取ってこれを、まあ、このハサミ万能なんですけど普通のハサミでやる場合は除菌って切ってしまう可能性があるので気をつけてください。これダイバルタンって言って先っちょが閉まんなくうちオリジナルのシザーで僕考えたんですけどこういうようなやつで、やっていくと非常にやりやすいですね。で、このような感じでやっていきます。結構地味な作業なんですけど人によっては今回のモデルさんは少ないんですけど人によって非常に多い場合があります。あとさっきの切った前髪のところも馴染むのでこれをやることによってカットライン馴染んでくれるんで全体の統一感が出せます。なんでさっきの前髪のところからバックシェイプしながらやっていきます。バックシェイプしたなぜバックシェイプするかっていうと下ろした時に収まりやすいから
バックシェイプにしたようですね。でこのような感じでカットしていきます。でだんだん前髪、さっき切った前髪のところが馴染んでいくんで、でツヤも出てきますね、これやっていくと。トリートメントカットってまあうちで呼んでるんですけど、ツヤも非常に出てくるので、本当に前髪のところがやっぱりセニングで切ってるので、ちょっと馴染みが悪いんですよね。そこを本当だんだん馴染んできて綺麗なラインになっていきます。結構今見た感じやっぱ顔周りの方少し、あったんで、バックの方は少ないんですけど、あとダメなのはやっぱそぎ入れちゃうのはダメだと思いますね。こういうグラデーションの場合はそぎ入れちゃうとですね、なぜダメかっていうと、毛先の方はいいんですけど、この辺は絶対入れない方がいいですね。ツヤ感が絶対なくなっちゃうので、カットするんならこのカットぐらいだと僕は思ってますね。あとは毛先にスライドカット入れるとかは全然 OK なんで、ただ大体モデルさん自体そぎがほぼ入ってるので、毛先の方あんまり入れなくていいんじゃないかなって思います。大体ワンレンの人ってほぼいないんで、巻いちゃえばほぼ分かんないですからね、そういうスタイルって。だから結構こういう地道なところで差をつけていくのは大切なのかなと思いますね。ほんと通常シザーでやっていただくとか結構引っかかったりとかして危ないんで、ちょっとそこだけは気をつけて、もしあれだったら小さい束で取ってください。このようなぐらいにハサミで絶対切れない幅の、スライスを取りながらやっていっていただいた方がいいです。この場合はハサミがこれ7インチがあるんで、このぐらい大きく取っていっても全然大丈夫なんで、効率が早いですね。でだんだんこれで馴染んでいくんで、頭が小さくなっていきますね。で鉢が小さくなれば下が広がって見えるんで、よりグラデーションカラーの外国人風が作りやすいと思います。でこの時に今ちょっと押しながら切ってるんですけど、拾っていかないとなかなか切れないので、ちょっと押しながら切るような感じでやってますね。でこう見てもらうと分かるんですけど、こっちやってない方なんですよ。でこっちやった方なんですけど、ちょっとこのなんていうんだろうな、滑らかさっていうか柔らかさが出るんですよね、ここら辺に。全然質感が違うんですよ。でここもベタってしてると骨格にひっついてるような状態です。でこっちはまだやってないので膨らむんですけど、こんなぴったり感があればグラデーションカラーがより映えるんで、グラデーションカラーのカットってこういう感じなのかなと思います。であと下はこれからちょっと今切っていくんで、ちょっと反対側もやっていきます。でここも縦面バックシェイプで押しながらっていうか、こう逆毛みたいな感じですけどね、出たところを切って、より髪の毛が頭に、吸い付くような感じを作っていきます。で前髪を切った後にやってください。これは前髪のラインが、これによってまた馴染むので、これは僕が考えた名前だとフラッティングっていう、面をフラットにするっていう意味でフラッティングって呼んでますね。トリートメントカットっていう名前もありますし、フラッティングっていう名前でもあります。結構僕の動画ではかなり使う技かなと思います。でこれ7インチのアルバになってるので、まあそのアルバでより切れるような感じですね。これ今逆刃で切ってますね。逆刃というかえぐる方であえてやってます。
本当これの怖さはあのバツって切っちゃうので、普通のハサミの方は本当気をつけてください。あとストレートシザー、普通のR刃じゃないやつで切る場合は本当にあれ切り、まあ、毛先の方で、あ、刃先の方でバツって切っちゃうんで、気をつけていただいた方がいいかと思います。こんな感じで、切っていきます。まあ結構地味なんですけど、こんな感じで、まあちょっと切りがないのでこの辺にします。でこのような感じに、ちょっと柔らかさがまず出るっていうのと、ちょっとここがフィットします。で、今度下の切り方なんですけど、これがまず溶かしていただいて、でよく、まあ、これちょっと言うと一部の美容師さんからちょっとバッシングもらうかもしれないんですけど、あの後ろで切っていくのはまず意味ないんですよ、ぶっちゃけの話で。なぜそうかっていうと、後ろから切ってってもお客さんがあと1センチ切りたいとか、あと5ミリ切りたいとかって言った時に、また最初からその工程をやらないとダメになっちゃうんで、そんなことはやらない方が僕はいいと思うんですよね。それをやったからって下に下ろした時に綺麗なライン出てるかって、実際そんなことなかったりするんですよ。本当にカットってシンプルで、ここに出た毛を切ればいいだけなのに、やっぱ余計なことしてしまうのが本当に多いんで、時間のロスなんですよね。バックから切っていく。で、お客さんが見えるのってやっぱりバックじゃなくてこっちなので、ここをいかに綺麗に切れるかだと思うんで、ちょっとそれを簡単に切る方法をやっていきます。で、すごい重たく切りたい場合とか、パッツンってやりたい場合とかは、お客さんに上を向いてもらいます。でなぜかっていうと、上を向いてもらうってことはこの襟足の毛が出てくるってことになりますから、こうやった時に普通に戻した時にサイドの毛が今度上にかぶさるんですよね。ってことはパッツンになるんですよ。で下向いて切るとどうなるかっていうと、切って普通に戻した時にちょっと段が入るんですよね、顔周りの方に。でそれで、フェミニンなスタイルは下向いていただいて、で結構ラインをバーンって出したい場合はちょっとモードな感じでライン出したい場合は上を向く、それだけですね。それで下のラインが簡単に切れます。はい、あと切り方としてはちょっと指で毛をあるにしたりとかいろいろあるんで、ちょっとやってみたいと思います。まずここでしっかり半分から分けてコーミングしていきます。本当に早いので簡単に切れちゃうんですけど、この三つ襟の耳から後ろのこのネープの毛をまずこう前にしっかり持ってこないと、切り残りができちゃうので、ここをしっかりシェイプしていきます。そして、まあちょっと普通にしておきますね、今回。で上にこっちにします。これ分かりますかね、こっちにねじってるんですね。ですか、これなんでこうしてるかっていうと、内巻きに入りやすいんですよ、こうすると。こう切ってるのに近いんですよね。中の毛をぐるって出してるんで、これ収まるんですよ、こちらに。ちょっとこれ分かりづらいかもしれないですけど。で、僕はこのまま R で切っちゃうわけです。あとでぼかします。で、この時に、毛を外側に持ってきちゃうとダメなんですね。これ内側に持ってきた方が可愛いんですよ、カットラインが絶対丸くなるんで、これをなるべく顎の先端ぐらいまで持ってきます。ロングの場合はこの位置で切っちゃうとダメです。この辺です、顎の先端ですね。で山切りカットで切る、丸くこう切ってるんですけど、で左右まあ、ちょっとガイドがないんでね、切りづらいかもしれないですけど、こっちもセンターに持ってきて、ちょっとこれ分かりますかね、こういう感じですね。外側に、外跳ねみたいな感じなんですけど、実はこっちにこう切りづらいんで、こうしてるだけです、ねじってるだけです。でこれでもう合うんですよ。
このカットでをあのすごい皆さん時間かけてやってるんで、でモデルさんにあとどうですか長さ、あと1センチ切りたいとか5ミリ切りたいとか2ミリ切りたいとか、あの何回でも切り直しが簡単にできますよね。でこれでもっと綺麗に切っていけばいいだけなので、本当にこれがベースの切り方ですね。で先ほど言ったようにモードにしたい場合は上ですね、上を向いて、ちょっと今切る真似をしますけど、上を向いてもらって切ってネープの毛が出るんでそこを切ります。でこっちも上を向いていただいてネープの毛を引っ張ってくるような感じで、はい、まあ、分かりやすいようにネープに紫色の、メッシュ入れてるんで、ちょっとそこがね紫の今出るような感じで今目安で切ったやつで、下をやる場合は今ちょっと切らないですけど、ちょっとパッツンにしたいんで、下をやる場合は柔らかいラインにしたい場合はこうやって切ります。そうすると表面の毛が切れますね。下を向いていただく、で戻した時に少しここが軽くなる感じに、同じようなラインで引っ張っていただいて毛先にエセリングをチョップで入れていくと、これでラインをぼかすぐらいでいいかなという感じがします。ちょっとあんまり今量が多くないのでそうしてます。これ 10% のセニングなんでちょっとあんまり取れないんで、ちょっと何回もやってますけど、縦に今セニングを入れてるだけですね。はい、まあ、セニング使いたくないって方はチョップカットでやっていただいてもいいと思いますっていうような感じです。で例えば上にボリューム出したいとかそういう人はもうここに段も入れる方法もあるんですけど、まあ今回グラデーションカラーなんで基本段は入れません。ほんとカットはこんな感じなんですね。すごい単純なんで、これをもっと丁寧に切っていくような感じですね。これがグラデーションカラーのカットの方法です。前髪のところから前髪スイングのサイドチェンジして、そしてここの鉢のラインをフィットさせて下を切るんですね。